いよいよ我が軍は敵ユークトバニアに対して大規模な反攻作戦を開始する。この作戦が完遂されれば、二度とユークごときに我が本土を蹂躙する屈辱を味わわされることはない。作戦の目的を伝える。それはユークトバニア本土侵攻である。ユークトバニア、バストーク半島への大規模上陸作戦を開始する。本作戦は以後フットプリント作戦と呼称する。オーシア陸軍第一大隊と第二大隊から選抜された陸上部隊が A、B、C、D、4つの中隊に分散、揚陸艇で海岸へ向かう。上陸後、各中隊は所々に設けられた拠点を各個撃破。その後合流し、最終目標である要塞の制圧を目指す。沿岸部に設置されたユークトバニア軍の防御陣地は非常に強固であり、航空攻撃のみでの突破は困難であると分析されている。したがってこのフットプリント作戦では地上部隊との連携による調整攻撃を実施、敵防御陣地の無力化を図る。地上部隊からの要請に応じ、指示された地点に的確な航空攻撃を行い、地上部隊の進軍を支援せよ。悪天候の中、ユークトバニア守備兵力からの激しい応戦が予想される。地上部隊を支援し、統治下と防御壁に守られた要塞に一人でも多くの兵を到達させよう。では諸君の健闘を祈る。ブレイズ、離陸を許可する。ブレイズ、高度制限を解除。危機の幸運を祈る。
転属願いを出してくんだったよ。口は後にしろ、目標はまだ先だ。とうとう敵が本部に上陸してきたか。縮小、銃弾で地面を耕してるような猛攻だ。死ぬなよ、トリー。まだ伝えてないことがあるんだ。分かってるよ、伝言屋。こっちこそな。上空の航空機、こちらは上陸隊。俺たちの上には落とさない行方よ。了解、頼りにしてるぜ。バストーク半島一帯を守備範囲としたユークトバニア軍の部隊が大規模な撤退活動を開始した。一旦兵を引き、防衛体制の立て直しと首都防衛機能の強化を図ることがその目的であると分析されている。先の上陸作戦によりユークトバニア南北方面軍は多大なる損害を受けており、もはや防衛戦力は脆弱である。その撤退活動はジャミングによる電子防御の中で進行している。輸送機を中心とした敵航空部隊を一挙追撃、撃破し撤退を阻止せよ。おい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 、ブビー、そういやあの曲聞いたか。ブービー、ロックは嫌いだったか。エッジ光線、アーチャー光線、ライダー光線、チョッパー光線。我々は湯へ打ってユークトバニア本土へ武器を手に足を踏み入れる。我々の真の敵は今回の非道なる戦争を始めたユーク軍部である。輸送部隊は順調に飛行中。進路を一斉を、誰も置き去りにするなよ。なんて数なの、これ全機落とすのか。このエリアの敵が全て飛び立ったんでしょうか。敵さんのドアをノックして聞いてみるか。何機いますか。開けてきた。バストーク半島からのユークトバニア軍の空路による撤退作戦の阻止に成功した。なお工科大学とみられるユークトバニア民間施設への銃撃はサンド島飛行隊の作戦空域内で発生した。当該サンド島隊搭乗員は至急オーシア首都オーレットの総司令部まで出頭せよ。